何？怖っ。目が置いてある。う、骸骨と目。何これ？すごく細かく描かれてる。何これ？綺麗な絵。綺麗か？何これ？ガーゴイルって言うんだっけ？あー、もう、ま、なんか魔族の館みたいなとこ来ちゃったね。さすがに。こっちは何？あんまりこういうの好きじゃないな。この玉光ってる。あ、それだけ？で、檻がある。あ、中に何かいる。あ、鳴き声は可愛い。もしかして閉じ込められてんのかな。出してあげたいけど、勝手に出してもいいのかな。でも閉じ込めておくなんて可哀想だし、いいよね。よし、今出してあげるからね。力尽くじゃダメか。鍵をどっかにないかなと。鍵あったような場所あったかな。あ、牢屋の鍵を手に入れた。目の間に入ってたのか。後ろから調べたけど。じゃあ鍵持ってきたよ。牢屋の鍵を使った。上に開くんだ。なんだこのペットは。よかったね。さあどこへでも行っておいで。私はまだこの館にいなきゃいけないから。バイバイ。バイバイって言った割にはついてきちゃうけど。ついてくるよ。あ、ついてきちゃうね。ん？どうしたの？せっかく出られたのに。うん。でも変だなぁ。これ以上行ける場所がないなんて。ね、大きな館なのにね。一旦そこに出てみよう。もしかしたら別の入り口があるのかも。あ、セーブポイントになるんだ。セーブポイントになってくれるんだ、君は。出れるの？はい、出れなーい。嘘ー。扉がない。ライターごと消失したわ。これじゃ帰れないよ。落ち着け、私。出口はここだけじゃないはず。他に出られそうなの探さなきゃ。もうよね。出られるとこを探すこと、一方その頃。ん？おじいちゃん。一体どうしたものか。あーれ。一体どこへ。あ、失礼します。ルーさん、こんな朝早くに呼び出すなんて一体どうしたんですか。おー、芝、待っておったぞ。一体どうしたんです？そんな化粧を変えて。芝、大変じゃ。わしの可愛い孫は連れ去られてしまったんじゃ。連れ去られたって、誘拐ですか？レイの部屋にこんな置き手紙が置いてあったんじゃ。はっはぁ。お孫さんの名前はレイと言うんですね。そうじゃ。そんなことや、早く手紙を見てくれ。少し出かけてきます。心配しないでね。これは、どう見ても誘拐じゃ！どう見ても家出です。なんじゃと？見たところ字ははっきりと書かれてます。脅されて書いたならばこんなに丁寧には書けないと思いますが。それは、だが万が一ということもある。内容通り少し出かけていると捉えるのが妥当かとか思います。そうかもしれぬが、ルーさん。すまん。年甲斐もなく取り乱してしまったようだ。どうしたんですか？ルーさんらしくないですね。気がかりなんだろうな。お前さんだから言える話だが。はい。レイは一度、誘拐されたことがあるんじゃ。え？あの子は2歳の頃だ。きっとあの子は覚えていないだろう。って誰に？私の友人だよ。私と同じで、いろいろなものを集めるのを趣味とし、また生きがいにしておった。ご友人ですか？年は確か、40だったか。出会った頃は真面目で愛嬌のある男だったよ。じゃがの、美しいものを集めてるうちに彼は変わってしまった。はじめは絵画、次に剥製。そして奴は、
生きた人間にまで手を出し始めた。彼をこの家に招待したとき、ちょうどレイが遊びに来ているときでね。言い訳にするつもりはないが、そのとき私はまだ彼が人間を集めていることを知らなかったのだ。彼に目をつけられたレイは、家に帰ってから数日後、彼に誘拐されてしまったらしい。もちろん、無事に見つかったがね。そんなことがあったんですか。すいません、知らなかったというあんな態度を取ってしまって。いや、いいんだ。お前さんは悪くない。しかしな、やはりあの子の姿が見えると不安なんだ。またルイフさんのご友人に誘拐されるのではと。北の館の主がルイフさんのご友人っていう可能性もあるからね。その話だと。奴はどこに住んでいたのかも、今どこにいるのかもわからん。情けない話だが、もしあいつが、と考えてしまうのだ。わかりました。お孫さんただし、探し手伝いましょう。本当か？僕の仕事も一段落しましたので、今は空いてますから。本当にありがとう、芝。町のみんなにも頼んでいるんだが、もちろん、もし町の外に出たとなると、もうみんなにも頼んでるんだね、すでに。今はただでさえ北の館の調査で疲れてるだろうし。北の館？いや、こっちの話だ。ところで、そのお孫さんの特徴とか容姿を教えていただけませんか？あのぶつかった人だよ。おお、そうだった、そうだった。以前撮った家族写真を持っている。この子がレイだ。あれ、この子。なんだ、知っておんのか。知り合いではないんですけど、今朝道ですれ違って。何？それは本当か？ええ、この子だったと思います。確かあの道は北の館へと続いたはず。北の館じゃと？まさかあんな子、キノコの話を聞いて。どういうことですか？話は後だ。頼む。あの子を連れ戻してくれ。ほほい。とりあえず北の館周辺を探してみます。ああ、頼む。あ、主人公が入れ替わるんだ。芝って人に。なるほどね。芝に変わるっていう、にしてあるんだね。今回は。へえ、新鮮だな。芝の時はちゃんとこうやってセリフ変わるんだね。いい趣味してるとか、随分と細かく書かれてるとか。へえ、ちゃんと細かいね、こういうの。へえ。おう。うん。おいおい、何しけったすらしてんの？あれ？誰？無視なの？ひどくない？ひどいよね。もううるさいな。少し黙っててくれねえか、バルゼ。バルツェ。いいじゃん。芝のそのしかめっ面、久々に見たんだからさ。今いじらないで、いついじるわけ？はぁ。ほんと、なんでこんなのが悪魔なのかな？悪魔なんだ。あれ？もしかして俺のこと見くびってる？そんなに余裕ぶってると、魂吸い取っちゃうよ。取れるもんならどうぞ。冗談だって、今お前に死なれたら困るし。で？なんでそんなに思い込んでるわけ？いや、あの子どっかで見たことがあるような気がして。見たことがあるって、お前とうとうボケたのが勘弁してくれよ。あの、レイっていう子は今朝会ったばかりじゃん。もう忘れたのか？そういう意味じゃないよ。じゃ、どういう意味？もういいだろ、バルゼ。行くぞ。悪魔のお前の姿は人間見ないと厄介だ。悪魔が何？近くにいるんだよ。もう、すでに。はいはい。なんかに、鍵握ってそうだなぁ。バルツで鍵握ってそうだなぁ。で、街の人、あれ？落とし穴が消えてる。まあ、消えるわな。レイちゃんさ、見てないわね。見とったやろ、お前。嘘をつくな。見たやん。おめえもや。おめえもだよ。もう思いっきり見とったはずやろ、お前。もう、節穴軍団。目の穴が。レイちゃんって可愛い。今、彼氏いんのかな？でも、15歳の俺でもチャンスがあるかも。お前もちょっと黙っとけ。あら、随分といい男じゃない？これからお姉さんと一緒にお茶でもいかが？この二人は頼りにならねえ。あ、小屋だ。ここに出会ったんだよね。俺とレイちゃんが会ったのは、確かこの小屋のところだったな。この小屋ボロボロ。よく倒壊しないね。どうする？小屋の中調べてみる？
ちょっと、なんでそんな驚いた顔してんの？いやいや、まさかバルツェが自分から調べようなんて言い出すと思わなくて。心外。でも本当に珍しいな。どういう風の吹き回しだ？別にどうもこうもないよ。気分っていうか気まぐれ。まあお前がやる気なのはありがたいけどね。でも、その声は今調べたのかもう意味はないだろう。それよりも今は北の館を目指す。了解。じゃあ調べてみるとどうなるんだろう。ああ、調べられないんだ。なるほどね。さあ、北の館に来ましたけども、門が開いてるよ。門が開いてる。あらあら、ずいぶん寂れちゃって。バルツェ、来たことあるのか？そりゃね、悪魔なんだからどこにも行くさ。で、中はどうなんだ？ああ、いるいる。人間の気配がする。どうも一人っぽいし、そのレイちゃんとやられたんじゃない？よかった、無事なんだな。さあ、それはどうかな？どういうことだ？この館、悪魔だらけみたい。しかも今までにないくらいの量。なんだって？今んとこはレイちゃん無事みたいだけど、かなりやばそうだね。行くぞ、バルゼ、仕事だ。報酬もないのに悪魔狩りすんの？報酬よりも人の命、行くぞ。開いたんだ！外からは行けるんだ。あーらら、行っちゃった。まったく仕事熱心なんだから。ほんと、血は争えないよね。あれ？でも、出た場所は違うってこと？多分、出る場所が違うんでしょ？あーってわけじゃないのか。さあ、ここから別の入り口を探す、出口を探すというわけですけども。別の出口なんてあるかな？外に出るための手がかりはないみたい。あれ？動いたよ？動いたよ？君。動いた？いや、そんなわけないから。いや、動いた、動いた、動いた。思いっきり動いたよ。こいつも動くんだ。絵画調べると動いた。何これ？この床。気のせい？床のタイルが動いたけど。なぜか像が一つずつ動いたよ。これもなんかありそうだけどなぁ。うわ、びっくりした。もうやめてよね。割れたぞ、紙。どうして割れたの？あ、鍵が入ってる。地下の鍵を手に入れた。パリンじゃねえんだわな。地下か。地下の階段がどっかにあるってことだ。順序間違えてます、もしかして。あ、額縁に鍵穴がついてる。もしかして。やったー。うわー、びっくりしたー。階段ができたよ、近いの。どうして地下なんて。なんだか怖いな。弱気になっちゃダメ。道はここしかないんだから行かなきゃ。あー、ガゴイル来てる、来てる、来てる、なんか歩いてる、歩いてる。なんか歩いとったら今、どう見ても。何？悪魔だ。なんかこういう絵が多いようなね。それこそ、あの人の家なんじゃないの？さっき話にあった。あの、美しいものを集めたっていう人の。なんか、炎が。何か光ってるものは見えるけど、手が届かない。手が届かない？光ってるものが見えるか。鍵がかかってる。鍵がかかってる。鍵がかかってるっていう感じか。うん。出口こっちで合ってんのかな？今のところ行けんのはこの道しかないと思うんだけど。どうしよう、怖くなってきちゃった。陽気じゃダメだって分かってるのに。この先出口だといいな。うん？何これ？いや、いや、何？おや？あ、
矢の先がこんなことになってたのか。誰かに押された？いや。おお、赤い牢屋。何これ。嫌だ、お願い、こっから出して。お願い、一生のお願い。すごいとこ来たな、おじいちゃん。ん？え？あ、抜け穴から。うん。ああ、かわいい。いいな、これ。これかわいいな。怖い。怖いよ。帰りたい。こんなとこ嫌だよ。励ましてくれんの？ありがとう。歩くセーブポイントじゃねえか。ってことは。ごめんね、急に泣いちゃって。びっくりしたよね。出口探さなきゃ。おじいちゃんも心配してるかもしれない。誘拐だーって言ってるよ。うん、むしろ。大丈夫。なんとかなるよね。私、出られるよね。ま、もう出、目的が出るになっちゃったからね。大体こういうのってさ、なぜ来たのかじゃなくて、もう出ることが目的になるからね。この手のものって。歩くセーブポイントありがとう。いやー、恐ろしいとこ、おーっと！今日は三人手に入った。どれも逸材あり、実に美しい。しかし、思うようにはいかないようである。早速、髪を切りすぎてしまった。私としてはもう少し長い方が好みである。また、保存状態が良くなかったのか、白い肌がくすんで見える。やはり、このまま飾るのは無理があるようだ。このまま飾るっていうのが怖いな。あの絵がさ、本人だったら怖いよね。人だったら怖いよね。絵じゃなくて人だったら怖いよね。うお、嫌だ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 、もう足りない、我慢しろ、もう殺して、どうして、どうして、そんな目に。あの男は私を騙した。あの男は私を幸せにくれと約束したように。あの男は私の体を鎖づき、髪を切り、何本も中心に私に突き刺す。痛い、辛い、苦しい。胸が焼けるようにうずく。逃げたい、帰りたい、火の光に当たりたい。殺して。なんか走った。なんかここスーって抜けた。あ、カーテンの後ろに何かある。ありがとう。ありがとう、謎の影を。中央廊下の影を手に入れた。ありがとう、謎の影。弾頭台ってやつだね。これはよくある。この剣、本物？戦えるため、戦うから、あ、なにこれ。やった、歩ける。ベッド歩ける。なんか珍しく歩ける、このベッド。この鍵、ここの？あ、中央廊下の鍵ね。怖っ！いや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 、触れて？こっち見てる気持ち悪い。いや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 、マンドレイクみたいなのおるけど。なにこれ、地の噴水？やはりカプセルの中に留めておくだけでは、私の心は満たされない。一生美しいままで。なおかつ常に私のそばにいてくれるためには、これから様々な研究をしていく必要があるだろう。そして、自分の満足のいく結果が出たのならば、真っ先に、愛すべき我が妻に。なるほどね。今日は植物の実験を試みた。成果は上々である。この前の女は私好みではなかったので、彼女の目だけをいただいておいた。私が試作した、薬を摂取した植物にその目を移植すると、植物は何のためらいもなく続けられたようである。実に興味深いデータが取れた。バイオハザードみたいなこと言ってんじゃん。今日は逃げ出そうとする女を見つけた。ああ、確か隣町に拾った女だったか。一緒に来ないかと誘えば簡単についてきた男だ。男だって言っちゃった。男。もう男になっちゃったよ、もう、このゲーム。上玉だが、性格にいささか問題がある。強気で、わがまま。私の言うことを少しも聞きはしない。いつも愛してると言ってとせがんでくるものが困ったものである。今回逃げようとしたのは、それを断っただろうか。仕方がない。しばらくは鎖で繋げておくとしよう。ああ、ここは OK か。はい。なるほどね。開いた！本が浮いています。本って浮きますね。
ペンが勝手に動いてる。なんか書いてるみたいなけどよくわかんないなと。本が動いてる。あ、美しいものを集めるって人と同じだ、やっぱり。似てるかもってことは。これなんだろう。生きてるみたい。おう、血だ。玉が浮いてる。ああ、歩くセーブポイント。ありがとう。わざわざ近寄ってきてくれたんだね。何あれ？見守ってみよう。この動物何？この動物気になるな。調べられたりはしない。また絵。目が出てきた。目が出てきたな。今回はさ、あれだね。前回よりさ、脅かし要素が。ね。脅かし要素がね、来るね。わ、クマちゃん人形にそういうことして、デディベアにしやがった。ダメだよ、そういうことしたら。前回よりホラー感があるね。へぇー。開かない。あ、扉に紙が貼ってある。ここは暗い闇である。永遠と続く悠久の闇である。この闇の中には音は存在しない。そこに鍵を隠した。大事な大事な私の鍵、あなたには見つけられますか？闇の中に隠したってことか。じゃあ、探してみるよね。あ、これ！古い鍵を手に入れた。もう、これで OK？ もしかして。古い鍵。あー、ここなんだ。やったー。あ、笑うなよ。正解だよ。ん？ありがとう。評価してくれたんだね。正解だったんて。入ってる。人形だよね。ね、なんか入ってるで。鏡割れた。足痛くなるで。おう。それにしても驚いた。今日手に入れた三人の娘たちはみんな揃って宝石を携えていた。どうやら両親や恋人、兄弟からもらったものらしい。しかし、私の作品としてはそんなもの不要である。私は鎖で繋ぎ寄っていた彼女が宝石を奪った。泣きながら私に懇願してきたが知ったことではない。さて、欲望と正義、純粋を表す彼女たちをどういった作品に仕上げていこうか。なるほど。なんか書いてあるな、あの絵も。ああ、そっか。遊んであげる。鍵がかかってるみたい。研究室って書かれてるある。前回よりね、なかなかホラーチックになってきたね。急に出てくるの多くなったね。カプセルの中に手を入れてみますか？勝手に入れちゃダメだよ。多分恐ろしいことになるよ。欲望純粋正義。欲望純粋正義。で、セーブポイントのとこちょっと行こうか。欲望純粋正義。中に何か入ってる。手を入れてみますか？まあ、とりあえず入れてみないと話は進まないからね。あ！何が起こったんや。